ということで今年もねとうとうシーズンになりまして、この大賀マス、スタートいたします。まあこの間ねちょっと試し釣り行ってきたんですよ。結構ね水深 50m、40m ぐらいでもうブルブル面白いようにねもう引っかかって、これあたり結構楽しみるぞということで、ちょっとね今回2日間試し釣りの後、取材をしたんですけども、反応はすごいです。ただ今回ちょうどですねやはりそのカマス特有の食いしぶりありまして、反応は出ててどうぞ仕掛けを下ろすともうそこですぐ反応が割れてしまう。でもう下りってでまた下ろしてもなかなか結構ねあの道具を嫌ってたり、またその反応のね移動が激しかったりで、また反応に入ってても当たりはね結構あるんですよ。当たりはあるんですけどもなかなか引っかからない。ここら辺でねなかなかうまくねちょっと釣果は上げられなかったんですけど、まあこれもねいつものことなんで、まあ反応もね今年はすごいもうこの時期から出てまして、まあ試し釣り行った時みたいにたくさん釣れる時もあるんで、まあ今年もね皆さんご期待ください。まあ今後のこの深場のカマスなんですけども、大体もう100m 前後から始まると思います。で時期を追うごとに少しずつ、深いとこ深いとこにだんだん入っていって、まあ、深場ではだいたい 200m 前後を攻める時もあります。まあ、ただこれもねケースバイケースで、あと潮の状況等もありますし、またねその 200m のが、まあ、潮によっては 100m に上がってきたり、まあ、なかなかねこの自然のもんなんでなかなか難しいとこもありますけども、まあ、とりあえずだいたい 100m から 200m ぐらいを狙っていきます。でもうねすでに今年はずっと春になっても、うちのこの組合の定置にもずっともうほとんど毎日のようにいいカマスが入ってますんで、で去年よりかも今年の方がカマスの、この絶対値はかなりね、いると思います。で自分もねすごい楽しみにしてますんで、皆さんねぜひともお出かけください。釣ったカマスの食べ方なんですけども、去年私の方で、カマスの開きを、ご説明いたしました。今年はですね、友達でもあり、またしょっちゅうねうちの方に釣りに来てくれる中川君、よくね私の方も、まあ、YouTube の方で撮らせていただいたりね、まあ皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思います。彼藤沢の方で、すごい有名な割烹屋さんの、板前さんをしていまして、中川君の方にお願いしまして、このカマスのね、刺身以外の、お料理の仕方、こちらの方をね、ぜひなんとかお願いできないかということでお願いいたしました。気持ちよくね受けていただきまして、このあとねこのカマスの、その他バレエティに富んだいろんなね料理の仕方を、ご説明いたしますんで、ぜひね皆さんそちらの方を見てください。